こんにちは、みさきです。はい、今日も始まりました、みさきの部屋です。イエーイ。はい、今日は前髪です。前髪をなかなか切りに行けない方、伸ばそうと思ってちょっと中途半端に伸びてきちゃった方、あとマスクして、あとうねりが出てきちゃう人に向けての前髪アレンジの仕方を今日はやっていきたいと思います。結構参考になるかなと思いますので、ぜひ見てください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。2滴くらい垂らします。手のひらに伸ばして顔周りにつけて、その後に前髪を持ち上げるようにつけていきます。前髪を分けたいところで小指でジグザグに取っていきます。だいたいこのくらいで分けれれば OK です。前髪の真ん中くらいのだいたい3センチ幅くらいで束を取ります。この束を後ろに1回転ねじります。その下の髪の毛の2、3センチくらいの束をもう一度取り分けます。一つ前の髪の毛に1回転巻きつけます。次の髪の毛を取るんですけど、ここの生え際の部分を取ってしまうと、ここが結構薄く見えやすいので、ここの部分は下ろした状態で、この後ろの髪の毛をまた同じくらい取り分けます。また同じように一つ前の髪の毛に1回転巻きつけていきます。アメピンを使って髪の毛を留めていきます。この時のピンは見えても大丈夫です。留めたピンを押さえながら少しずつほぐしていきます。この時に前髪の短い部分もピンと出てきてしまったりとかするので、ゆっくり少しずつほぐしていきます。このくらい少しだけボリュームが出れば OK です。分け目によっては8人くらいだと残らないんですけど、私くらいの父さんくらいだと少しこの辺が残っちゃうので、ここも気になる方は同じようにやっていきます。反対側は少し少量だと可愛いです。反対側はここの上の髪の毛を少し避けてピンを刺していきます。そうすると上から髪の毛がかぶってピンが見えなくなります。少し細めの華奢なヘアアクセを使います。アメピンを隠すようにヘアアクセをつけていきます。はい、こんな感じで出来上がりました。前髪をなかなか切りに行くことができずに、自分で切るのは怖いなという方、お家で自分でアレンジしてみて少しでも気分上げていきましょう。概要欄に私が前にやった前髪の切り方も載せておきますので、そちらもぜひ参考にしてみてください。バイバーイ。